はい、皆さん、やってまいりましたビジネス天国沖縄の時間です。この番組はビジネスの世界で活躍する方々をお迎えしてビジネスの秘密のノウハウをラジオでセミナーと題して聞いちゃおうという番組です。また、業界人はみんな知っているが一般的には知られていないこと非常識な業界常識などラジオではとても言えないことをあえてラジオでお話ししていただこうという番組です。この番組ではメッセージを募集しています。 メールアドレスは 761-fmcoza.jp。ファックスは098-934-8653。また、f m 小座ではではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。f m 小座のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。お気軽にコメントください。よろしくお願いします。ということでですね、本日も 1, 1時間よろしくお願いします。この番組は、ライフスタイルテクノロジー、フットセラピーエール、 和洋菓子と惣菜の店福屋サンキャッチ企画の提供でお送りいたします。はい、ということでですね、えー、月曜日の午後、皆さんどうお過ごしでしょうか。本当に今日暑いですね。ということでですね、あのー、今日、えー、ゲストさんがね、あのー、初めてですね、3名いらしてますね。ちょっとね、本当に今日の1時間もすごく楽しみですね。本当にね、素晴らしいゲストさんが、えー、ここ FM 小座にいらしていますので、皆さんお楽しみ にしていていいください、はいえー、僕ねあの最近なんですけども筆文字講座に行きましてあの前から興味あって、まあ、僕が取材したんですけどそこであの文字に対する印象がすごく変わりましてね文字というのはあのただ情報を伝えるだけじゃなくて、えー、いろんなね感情とか思いとかも伝えるんだなっていうのをすごく感じて、えー、有意義な時間を過ごしたんですけどもあのそういう意味ではね今日もあの こう伝えるという観点から言えばね本当にプロの方々が来てますのでまあ文字ではないんですけどもあの今日ね伝えること伝えたいことをねどのように伝えていくかというねお話も聞けるんじゃないかなということでですね僕もあの昔からねあの脚本とかねそういうのがものすごく興味があってですねあの映画を見る時もあのそれをねあの結構意識して見てたりするんですけどもまさかねあの 本職の、ね、プロの方とね直接お話聞けるとは思ってませんでしたさら、まあ、にあの演,演技される方がね今日来ていらしてますのでね本当にあのいろんなねお話が聞けるんじゃないかなと思っております皆さんお楽しみください後ほどゲスト様を紹介させていただきますということで、えー、オープニングの曲をお送りしたいと思います、えー、ロデオで、えー、Once in a Lifetime ビジネス天国沖縄をお送今日もねあのす素敵なゲストさんがお見えですので,ですね早速、えー、ご紹介したいと思います、えー。第27回池袋演劇祭優秀賞受賞作品「永遠の1秒」から、えー、日,本日本脚本家連盟所属、えー、あ畠山貴則氏、はい、で役者でですね西浦敏久氏。 で役者で同じく役者で,ですね大城祐樹氏に、えー、ご出演いただいておりますはい、えー、皆さんこんにちはこんにちは,はよろしくお願いします,しますあの今日本当にねあの僕楽しみで、えー、楽しみ半分緊張半分で今今日来たんですけども、はい、あの早速ですけどもあのラジオの前の皆様にねあの対してちょっとごしょう自己紹介のをですねお願いしたいんですけども、えー、どちらから行きましょうか。 えっとじゃあ僕から、えー、西平利久と申しまして、えー、普段舞台の照明で名前は通ってるんですけども <laughs>、えー、本当は役者でございまして、はい、演じることしかできません、はい、僕は照明あんまり触れたりはしませんのでどうぞよろししくお願いますよろしくお願いします。 はい、インヘリット沖縄の脚本演出家の畠山隆則と申します。よろしくお願いします。畠、はい、山さんよろしくお願いします。はい。はい。えっ、ー、とですね、今回舞台で、はい、キャストとして出演します。<laughs> <laughs> 大城優希です。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。ということで、えー、今日はあの永遠の一秒というですね。はい。えー ここからですねあのご出演していただくんですけどもあの早速ですけどもこの番組についてのですねあの,あの番組あの作品についてのですねちょっとご紹介をですねしていただきたいんですけどもはい、はい、これはもう海の親である畠山さんからそうですね, <laughs> ですね海の親の方にぜひね <laughs>、はい、紹介していただき畠山さんよろしくお願いします、はいはい、じゃあ簡単にあらすじをはい説明させていただきますね、はい、えっと舞台は1945年の宮崎県の赤い基地という、えー、海軍の基地になります。 そこで4人の特攻隊がいまして1人は怪我のために特攻の出撃ができずに3人が3人乗りの陸上爆撃機銀河で敵艦船にめがけて突っ込んでいきますしかし彼らが次目を覚ました時にはその1人生き残った原口という人物が71年後今91歳になるその天寿を全うする前日にタイムスリップしていきます。 そしてその原口が育んできた小山子を通じてどんどんこの年老いた戦友にまあ近づいて導かれていくというそういったお話になっております。なるほどです。ちょっとあのわずか一分ぐらいの説明で僕すごい引き込まれました今。<laughs> う<ん> <laughs> ねあのちょっとあのもう一分の説明でないちょっと奇想天外というか。 あのー、内容が、ね、楽しみでしょうがないんですけども実はあのー、僕はあのーえー、西羅さんの方からね、あのー、この FM コードで前、ね、1時間ぐらいここお話伺ったんですけども,、はい、もうすごい熱く語ってですねこの番組ね新座さん絶対来た方がいいですよということで、ね、<laughs> 1>, 1時間に、ね、30回ぐらい。 たじゃあそこまであもう僕行きますということでねであのラ,ジラジオの、ね、出演をお願いしたら快く<お>、えー、引き受けてくれたという経緯なんですけども<お>あのその辺もねあのじゃあ西浦さんから直接語っていただきます、はい、でしょうか、はい、僕はあの今回、えー、この「永遠の秒」という作品で、えー、畠山さんから座長を、えー、任されておりまして、はい、結構責任のある。 ポジショえでまあ、稽古をしていく中で僕も何、えー、て言うんですか新しいステップというかにいってますし、はい、みんなも、えー、かなりステップアップしてると思いまして、えー、これは今回来たお客さんは、うん、あのちょっと感じ方が今まで僕らがやってきた作品 とは違うんではないかと、そこはもう確信しています。はい。いい意味でです。なるほど、ねはい、あのいろいろねあの出演されたりとか、いろいろ見てきた中でも、はい、今回のは特におすすめだと。はい。うんはい、みんな大体お化けに取り憑かれてますね。今回。<あ>お化けですか。ええ。稽古中に。稽古中に。はい。 取りかれれてて大変昨日もそのお化けというのがねあの何なのかということも気になるんですけどもあの大城さん大、はい、城さんにもねあのこの、はいえー、作品のです、ね、見どころというか見どころ、はい、そうですねうんやっぱり沖縄ってあんまり舞台見る機会が少ないというか、はい、どこでやってるのかわからないっていう方が結構多いと思うんですけど。 やっぱりこれ作品がすごいいいっていうこともありますし会場も大きくて迫力もあるので,でその舞台を見に来たことがない方たちに,私見に来て欲しいんですよねそれでなんか「お舞台ってすごい!」みたいなこう生で見る感動を是非味わってもらってぜひぜひまた舞台の情報が入ったら、は。い 行ってみたいなみたいな感覚にお客さんがなってくれればいいなって確かにあの僕もそうなんですけど舞台ってちょってて見に行ったことなくてですね、はい、今回は初めてなんですよ初めてでねこんなすごい作品見たら今後どうしようかなっていう、ね、いや, <laughs> いや大丈夫だと思います,、はい、大丈夫ですか？<laughs> 初めてに、はい、あの本当にどうしようもないものを見てしまったら、はい、もう二度と行かなくなりますからあ<ー>なので初めはいいのがあるっていうのを分かって。はい ってもらった方が僕らとしてはいいと思ってるのこ作品は一押しであるんですでもまああの舞台って僕は行ったことはないんですけども、はい、例えばあのスポーツでも何でもそうなんですけど、まあ、生で見るとね全然違うっていうのね僕なんとなく知ってるのでもうすごく楽しみにしてましてねあの友達をね誘ってあの行こうかなと思ってるんですけど、ね。友達ってまさかこの バックグラウンドそう後ろで歌ってるあ歌ってる流れてる曲の方ですね多分行ってくれると思いますありがとうございます嬉しいはいあの本当にあのすごく目立つと思いますけどねそうです大きいから二人とも焼肉を恐ろしいぐらい食べるらしいですあそうですねいきますね焼肉仲間ですよ2時3時ぐらいですね話するんですね2時間も3時間もですね目が合うんですよ 肉ってあのなんかねアイコンタクトでアイコンタクトでそのまえ焼き肉に行くというねなんかとり焼肉だろうっていう合言葉ですねなんかいろいろあるじゃないですか落ち込んだりねその時はもうね肉食ったら。 回復するというね、うんはい、僕たちの,あのセオリーがありますので勝手にね何、うん、かあったら焼き肉行きましょうじゃ今度ぜひぜひ行きたいですね。うん、ということであのこの番組についてねあのもっとちょっといろいろお聞きしたいんですけども、はい、あのこれあの何ていうんですかね練習とかエピソードとかなんかねいろいろたくさんありそうなんですけども何かあるんですかねその大変ここ大変だったなとかですねいやここ楽しかったなとかですね逆にですね。うん どうですか、はい、演出 <laughs> <laughs>？演出の立場の方と役者の立場で方でまた違うと思うんですけど。そうですね。違うと思います。じゃあまずね、浅山さんからこう演出される中で、はい、こう大変だなっていう部分はありましたか？うん、やっぱそのあの特攻隊員って、やっぱあの当時の教育を受けている人と、はい、やっぱ一番そこが違うと思うんですよね。はいはい、演じる上でやっぱりその教育って顔つきに出てくるし、やっぱり。 なんだろう今ハンバーガーとかあのフライドポテトを食べてるような子が当時の特攻隊員を演じるっていうのはまずやっぱそこですよね <laughs> あの演じるというよりも経験したことないですもんね、えー、やっぱりそのどういう教育を受けてきたかっていうところをまず押さえてその役にアプローチしていかないと多分とんでもない方向に行ってしまうんじゃないかと。 あのこれ例えば畠山さん的なアプローチの仕方とかっていうふうにやった時にどういった形でアドバイスされるんですか役に対してのアプローチの仕方と、はい、あとはその僕よく言うのはあの作品の全体の目的をまず見つけてくださいっていうこれ、脚本でもそういうのがあるんですけども超目標というスタニスラフスキーが言っていた。はいうん 超目標とあと貫通行動っていうのはその人間はその目的にえ対してまあ一貫したその行動を取るんだということをまず念頭に置いた上でその役者もその役がこの a n 一秒というまあ1時間45分のこの時間の中でえとどういった目的で生きているのかっていうのをまず全体の目的を見つけた上でその真の目的その目的を達成するためにえーとその真の目的を作ってくださいっていうアプローチをします。 なるほどですね。はい、じゃあ出演される方が全員そういう気持ちでやると、はい、その作品自体がその目的にチームとして向かっていくというイメージですかね。ね生き様が出てくるんですよね。<ー>その役の、なるほど。えー、それまた表情とか行動にも出るということですね。はいはい、なるほど。どうですか役者の方からずっとそういうアドバイスを受けて。いや、畠山さんの演出はわかりやすいので、はい、その目的を、えー、考えてっておっしゃってくれるので、はい、他の今まで出会ってきた演出家の 中にははそういういい人はあまりいなかったのでちょっとは違うね違う方向で行こうかとかそれぐらいだったりするので <laughs> あ分かりましたって言って自分で考えてやるんですけど、はい、僕が思ってる目的とその演出の思ってる目的のズレを、えー、演出の方から修正する方向に持っていってくれるっていうのはあんまりなかったような気はします。 こっち側役者側が、えー、自分でどうにか演出の、えー、思い描いてるところを探して見つけてここかここか違うかみたいなところをやってたのが多かったので、はい、その分畠山さんは同じ方向性に向かってい,あいわばチームなわけですよね、はい、そういうのだとそこの、ね、コミュニケーションというのはすごく重要になってくるかなと思うんですけども大塩、はいはい、さん、どうですかそのあたり やっぱ自分自身もそうなんですけどやっぱり畠山さんのおかげでこう分かりやすく修正できるっていうこともやっぱりありますしあとあの他の役と共演する時こう他の役とのこうシーンというか絡みというかそこのところでなんかやっぱり変わってきますねこう家族なんですけど私の役は家族でお母さんお父さんがいてお姉ちゃんがいてっていう。 の中でなんか本当にうパッとなんかこう血が巡るっていうかあ一瞬あ本当にここに自分がいて家族としていて相手もいてっていうなんかこう感覚がこうあるっていうのが今回感じましたなんかなんて難しいんですけど本当にここに存在する家族っていうかそういうのがパッて出てくる時にあすごいって。 なるほど思います、ね、もう作品の中にこう入り込んでいるというか、うん、うん、その役になりきっているということですかね、はい。それも多分目的がしっかりしてるからだとは思います。はい、なるほどですね。畠山さん、ベタボメされてますね。<laughs> いやいやでも本当にあのなんだろう。 東京の役者とその沖縄の役者の一番の違いって、はいはい、僕すごい去年それを感じたんですけどなんかみんなその沖縄の演劇界というものをすごい背負ってる気がするんですよ。あ<ー>あの東京ってみんな自分のことしか考えてないので、はい、そういう意味ではすごいあのなんだろう乾いたスポンジのようにすごい吸収力があるんですよね。はいはい、でやっぱみんながその意識が高いところでやってくれてるから、うん、逆に僕もすごいやってて楽しいですね、うん、今回。 ところありますもんね。なるほど。ということはあのあれですね。やっぱりあの沖縄のをこう演出されるっていうのはちょっとやり方とかそういうのも若干変わってるって感じですか。言ってることはベースは変わらないんですけども、はい、やっぱりその受け側の意識が違いますよね。やっぱり。そこはすごい作品にやっぱ反映されてるような気がします。ああなるほどですね。うん、やはりあのこう。 竹山さんからしても今回のこの永遠の一秒というのはすごくあの思い出のあるというかそうですねあの、はい、この作品自体が上映が99年なんですよ、はい、でまああの ある人の永遠のゼロとえられるんですけど全然僕の方が先なのでそれは声を大にして言ってた方がいいかもしれないそこ言っておかないと永遠の1秒の方が先ですのでそれはちょっと声を大にして番組中ねあと2度3度ぐらい僕が言っておきますはいということですね。これ ちょっと、ね、ご紹介していただきたいんですけどもあの、はい、場所とです、ね、時間を西原さんの方からお願いします、はいえー、場所がです、ね、読谷村大鳥ホールでございまして、えー、今週になりますね6月の25日、26日の土日に、えー、計3回公演、えー、やります土曜日が、えー、夜7時から日曜日が昼1時と、えー、夕方6時となっております。 百、ね、正直<で>、はい、全席十二千八百円。そうですそうです。前の当日とも二千八百円ということですね。はい。はい、えー。今月の六月の二十五日土曜日十九、えー、時からとですね。六月の二十六日日曜日十三、えー、時と十八時全席十二千八百円。で、うん、読谷山村文化センター大鳥ホールということですのでね。はい。これチケットを申しあの。 欲しいという方がいたらどちらの方に？あもう新雑さんにあ僕の方にあのどしどし窓い新雑賀さん全国の皆さん今のいきなりもう窓口に今抜擢されましたので多分でも新雑賀さんは多分この何パーか持っていく方向にねそうですねいい七十パーぐらい持っておさ直接くださいあそうですねよろしくお願いします僕通さない方がいいかもしれないはいはいということであのぜひね生であの見ていただきたいなということですね僕もあの行きますので。 はい、友達を引きつめて楽しみにしてますね、うん、でもこれ結構ね2日間で参考演って結構ハードですねああでもこんなもんですかそうなんですよああ<ー>、うん、演劇界では割と普通な、うん、むしろ少ない方がないあそうなんですかはい、はいえー、僕ねちょっとあの1時間45分お二人し一緒んですけど、ね、すやってこのすごい緊張感の中でやるわけですよね、うん、でまた翌日やるわけですよね っですかねそうですの作品はそんなことないですけどこの永遠の1秒ばっかりは終わった後もう本当にぐったりです特に僕は特攻隊員の役はそうなんじゃないかと思ってまして打ち上げどころじゃないくらいな作品ですねそれぐらい作品に入って入るということですよね。 いやでも楽しみですね、ぜひ、ねあのー、ラジオをお聞きの方はねちょっと、あのー、チェックしていただきたいんですけども今月25日の土曜日19時、ね、仕事終わって行ける時間ですのでね,でね26日、日曜日は1時と、えー、13時と18時ありますので読谷村文化センター大通りホールということで、えー、チケットを、ね、私、新里徹夜に <laughs> <laughs> するかですね。これあの連絡先とかはどちらの方に えーまあ、チケット販売しているのはインヘリット沖縄とかフェ<あ>、えー、イスブックで行くとインヘリット沖縄で検索すると、えー、チケットが購入できるということですので、はい、インヘリット沖縄、カタカナでインヘリット沖縄で検索よろししくお願いしますすそうですねあのプロデューサーの多分電話番号が書かれていると思うんですけど。ここれれ携帯番号、はい でもよろしいですか。大丈,夫す大丈夫ですか。ええー、ご連絡先がですね、あのゼロ九ゼロ八二九二八五二三ゼロ九ゼロ八二九二八五二三ということですね。はい、ぜひお問い合わせください。はいということですね。いやあ、もう前半ねいろいろお話を伺ってきたんですけども、あのー、初っ端のねあの一、ー、分の あのー、説明でねもう見たくて見たくてしょうがなくなりましたね、はい、タイムスリップ <laughs> まさかタイムスリップっていう言葉が出てくると思わなかったのでね。 使いたくないって言ってた本人が使ってるのを証拠で、はい、使わないと。一番わかりやすく言うには大変ですが。そうなんです。なるほちょっと今揉めてますけど。<laughs> <laughs> はい。まあね。人しかわからない。<laughs> <laughs> そうですね。それでまたね解決していただければなと思いますけどはい。じゃあの前半ねいろいろお話伺ったんですけれども、CM の後にまたあのねお話の続きよろしくお願いします。 ビジネス天国沖縄おお送りりしておりますはい、えー、早速ですけども、えー、また後半ですね、えー、お話いろいろ伺っていきたいと思いますがその前に、えー、メールがいくつか来てますのでちょっとご紹介したいと思いますということで「えー、池袋演劇祭」というのがあるんですねということなんですけどもこれは池袋あはい。 あ,るありますあります<笑><笑>あります <laughs> それ以上もんか説明が <laughs> ちょっとあれですね <laughs> はい証明係でない役者さん畠山さん大将さんが出演中永遠の1秒って書いてありますねはいはいルドルフさんもコメントありがとうございます読みたあそうですね読みたんすのので上映しますはいリスさんタイムセールではありません <laughs>、はい、あルドルフさんはねあの大阪の方から はい、ありがたいですねはいリリスさん初めてリオ市長ですということでねなんかリオ市長だそうですはい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 ははいルドールさんありがとうございますキャスはナイチャーファンが多いですよということですねはいなんかいっぱい来てますね今日 <laughs> はい沖縄は演劇活動が盛んですね大阪は何もないさあこれ沖縄の人ですね完全にね橋本さんの時に劇場が結構なくなっていったんですよね、えー、そうなんですかあ<ー>確か、えー、箱が、ね あなるほどですねぜひあの先ほど畠、ね、山さんからもあの沖縄を背負ってやっている方が多いということだったので、ねうん、どんどん、ね、沖縄にもこういうのが良、ね、さが伝わっていくといいですね、そのためには一度、ね、あの会場に行くというのがあの絶対そうだと思いますので、はい、あの生で見ると、ね、もうファンになっちゃいますよね、会場の臨場感とか、ね、全然違いますもんね。はいはい あの雰囲気というかね。ライブですもんね。生はね。やっぱり違いますよね。はい、どうですか？あの、そろそろ緊張が高まってきた頃じゃないかなと思うんですけど、今日20日ですからね。もうあの日がないんですけど、そうなんですよ。はい、この時期っていうのは逆にどういう感じで準備されるんですか？本来はもう今追い込む時期なんですけど、なぜか今日稽古休み。な <laughs> <laughs> このラジオに出るためです、ね。なるほど。あ,あの番組のために、はい、あ、ありがとうございます。<laughs> 決して休みっていうことじゃないですね。ね番組のためにということで。<laughs> はい、あの、この時期って、こう、まあ、一週間切ってるわけですけども。ただ、役者さんは、ちゃんとですね、演出の方っていうのは、こう、準備することはず、また、あ、違うと思うんですけども。どんな感じですかね、あの役者さんからすると、この時期っていうのは。えー、もう、あの、シーンごとの練習は。 これまでやってきてるので、はい、あとはもう通して通した中で、はいえー、見えるものを演出の畠山さんに、えーはい、指摘してもらって、またちょっとずつ修正していくっていうことだと思うんですが、はい、なかなかその通し稽古もできてないという状況で <laughs>、かなり追い込まれております。<laughs> <laughs> <laughs> そうなんですね。あの大将さんはどうですか、そのこの時期というのは。あ、そうです。本当にさっき西平さんが言ったように演出だけ。はい だと思うんですけどねはいあとは打ち上げ何のもかな, <laughs> な<ほ> <laughs> いいですか緊張感の中でもすでに打ち上げのことを考える打ち上げ楽しみだなって考えていま打ち上げ楽しそうですね <laughs> は朝霞山さんどうですかこの時期そうですねまああのよくその 作作品をを回作ったものを壊す時期ではあるんですよね。はい、今でいろんなもう段取りが決まってセリフも入ってなんとなくもう何も考えなくても動けるようになっちゃった時って芝居ってだん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 こう錆びてきちゃうというか、はい、なんかもう段取りだけになってしまうんで一回ここで壊す時期ではあるんですけど、うん、だから今回そういう意味ではあの大城優輝ちゃんは本当にすごいもう。 あれですよ、出世頭じゃないですけど相当伸びてますね僕はびっくりするくらいにこの作品を通してってことですかはい一番最初にもう上がってきてたんで最初に今壊足にかかってるんですけどちゃんと対応してますからねそうなんですねどうですかおしろさんその辺もやっぱり自分でもそう感じるもんですか自分ではうん分からないですまだなんか これは本番終えた後に気づくのかなって自分の中で思ってますし私自身も本当に今回こんな大きい舞台でやったことは初めてなので、うん、今まで、えっと、本当に50人とか40人のお客さんが入るライブバーとかそ,こそういうところでしか舞台をやったことなくて。うん 今回七百人入るっていうホール、はい、ホールっていうので、やるのが初めてなので。はい、ちょっとまだまだ自分の中で、景色がわからないというか。だから終わった後に、なんか、はあ、すぐ、うん、気づくことがいっぱいある、な、うん、いっぱいあるだろうなって。思ってます。そうですね。<laughs> はい、やっぱりね、五十人からいきなりね、ホール、はい、何百人ってなるのは、すごいことなので、はいうんです。うでも、やりがいというか、あの、やっぱりホールと全然違うでしょうね。はい。照明とかも。はい。 変わってくると思う、はい、<の>これエンジェル側からするとそのあのま小さなライブハウスとかホールであるっていうのなんか違いはあるんですか？はい、ああありますね。全然違うと思います、ね。はい、ちっちゃいところの方がやっぱり距離が近い分緊張はするかもしれないです。<ー>大きいホールはより作品に集中できるのかなと、はい、僕はそう思います。なるほどですね。はい、それぞれねあの良さとかねあると思うんですけども、えー、いやでも楽しみですね本当にね。 うんえー、この永遠の一秒ということですね。えー、すごい告知してくれますね。しかし。<laughs> そうなんですよ田さんは。僕ね、あの、こういうの得意なんですよね。<laughs> 何度も言うんですよ。<laughs> ありがとうございます。本当にありがたいぐらい,い、ねうん。永遠の一秒ですから。<laughs> <laughs> はい、六月の二十五日、もうすぐですね。今日二十日ですからね。もう五日後、六日後ですのでね。あの、早くこれ取らないと、多分チケットすぐなくなると思いますのでね。あのー、興味が。 あるという方はね、もう今日にでもね、えー、予約した方が僕はいいと思いますね。はい、後からね、行きたかったけど、チケットなかったというとね、もうこれ結構本当につらいですからね。はい、ぜひぜひ、あの、僕も行きますので、会場であったら声かけてください。はい、あの、チケットね、あの、いきなり窓口にも今抜擢されましたのでね。<laughs> はい、あの、何かあったら、僕の知ってる方はね、<laughs> フェイスブックから僕に直接連絡していただいても、当然構いませんので。<laughs> えー、ぜひぜひ。 あの行きましょう一緒にということで畠山さんにいろいろお伺いしたいんですけども、はい、あの今回ねこうちょっとね高校をちょっと見てほしいとかっていうところがあればちょっと,ねちょっと教えていただきたいんですけど、うん、やっぱりそのこの作品自体がえとまあみんなにもよく言うんですけどももう 特攻隊でで亡くなっっている方からのメッセージであったり逆に言えば今生きてる人間からの,その亡くなった方へのメッセージであったりこういうのってやっぱ舞台ならではだと思うんですよねだからやっぱりその今を生きてるその原口が育んだ家族もいろんな悩みがありながらも生きるってこういうことなんだとそれでも苦問反応しながら一生懸命生きてる様をやっぱりその生き様を見せたいしでそういうのを例えばその 70年前この国のためにまあ命を捧げたその特攻隊員の人たちがそういう家族を見てどう思うのかなと、はい、僕はその今生きてる人からそのまあ亡くなられた方に対してのメッセージを送りたいなと思うし逆に僕もあのその亡くなった方からそういうメッセージを頂い,いてるから多分こういうういのを書かされてると思うんですよねそういったところをやっぱあのライブ感で,ライブで映画ではなくてライブで、はい。<laughs> 見ていただければもっともっっとと実感するんじゃないのかな,なるほどですね。はい、なんか畑山さん、やっぱりいいいこと言いますね目的がしっかりしてるので、<laughs> 畑山さんは。僕、失礼なこと言いましたから、<laughs> 今あの。なんていうんですかね、ういこうね生きてる方と今ねあの、現在生きてる方と亡くなられた方との対話ということで、うん、あのやっぱりね、今日のラジオを聞いて見た方が、やっぱり作品、面白いと思います。はい 今日ねちょっと僕ちょっとねもうもうちょっと震えてますね。取りつかれたんじゃ。取りつかれましたね。今回本当多いんですよ。本当多いんですよ。武田さん何度か僕これ出演できないですからね。なんかちょい役とかないですか。なんかね僕結構いい働きしますよ。新田さん出るってなったら軽く200 300ぐらい来るんじゃないですか。じゃあ明日から恵子さんたち。急。やりますよ僕。 200ワクルですよね。僕が見るとかね。やっぱりね、そんな感じしますね。いやでもやっぱりね、こうなんていうんですかね、あのまあ映画とかもまあ見るじゃないですか、映画館とか行って、まあこういう舞台もそうだと思うんですけどもやっぱりこう行く前にこの役者さんとかあの演出家の方とねお話を聞いて、うん、え見るとね、また全然違った角度で見ることができるんじゃないかなと思いますね。そうですね。はい。全く僕らのことを知らない人とははい。 絶対違う景色ですからね。信也さんはいや僕全然違うと思うんですね。まあ直接お話ししてね。あの実はね西野さんが僕は初対面なんですけどももうなんか初対面じゃない感じでですね。はい。えそうなんですか。今日は初対面。西野さんはね僕は西野さんはい。でも僕も二回目ですよ。僕も二回目ですよ。はいはい。でもね一回目で結構仲良くなりましたね。そう 三十回ぐらい押したんですもんね。<laughs> もうね勝手にね僕はね大島さんも田山さんもすごい友達だと僕勝手に思ってますから。ういもう本当にやる。僕も <laughs> そう思ってますから、ね。<laughs> <laughs> いやでもね今日すごいね貴重な話が聞けましたね。なるほどそういう形でねやっぱりこうこれを伝えたい見ど所をね聞いてみるとね、うん、あの番組の中でもねあのそれを無意識に探すというか、うん、それを意識しながら見るとまた全然違ってくるなと思いましたね。うん、あとはその演出とその演じる側のねあの。 喜びとか苦悩とかねここは大変なんですっていうのを聞きながらやるとねやっぱりこう感動がまたさらに増すんじゃないかなと思いましたねで、うん、さらに生でね、うん、会場で聞けるということでやっぱり生ってやっぱりねこう体にこうなんていうんですか同じ音ですけどねあれね不思議ですよね、うん、体に響くというかね、うん、細胞に入り込んでくるというかねう私音楽がすごい好きなんですよ、はい、作品に流れてくる今回の今回の、うん、はい全部のいろんな曲が流れてくるんですけどはい、はい 全部好きで私反応しちゃうねうんほんとすごいナイスチョイスって思うのがこれこれでこれナイスチョイスっていうのが私大好きです畠山さん選曲は選曲めっちゃいいぞそうですよねこれ畠山さんが選曲されたんですかずっとずっと思ってました選曲すっごいと思って畠山さんずっとね放送開始から褒められっぱなしであの ギャラに関係してくるんですよ。<laughs> な,るなるほど。<laughs> <laughs> <laughs> 僕もじゃあ褒めときましょうかね。<laughs> 一褒め二倍ぐらいになってくる。<laughs> な,るなるほど。<laughs> 金額ね変わってくると。<laughs> なるほど。それ褒めます。あということであのですね。でもあのー。 この音楽というのは、ね、作品に対して影響力というのはかなりあると思うんですけども畑山さん、音楽を選ぶこう基準というかこのあるんですか、こう自分なりの。むしろ音楽から入ったりする時もあるんですよね、<あ>ずっと聞いてて、例えば今回モーツァルトの流れ進んですけどモーツァルトを聞いてこのシーンができたとか<あ>アベマリアを聞いてこのシーンができたとか曲を聞いてシーンが出てくるという場合結構あります、ね、ーすすねへごごいすごい、うん、それも脚本家ならではですね。うん それはやっぱりこうしっくりくるでしょうねそういうそういうシーンで大体セリフがないんですよねだから動きだけなんですよねなるほどなるほど僕はこういうストレートなお芝居なんですけどミュージカルとかではなく割と普通のお芝居なんですけどその台本でこの曲がここで入りますみたいなのそういう台本はあんまり見たことがなかったかもしれないです思い返せば。曲は 演出家が勝手に台本にかい以外で勝手に決めてて。で本番そのまま流れるみたいな。だから、なん、誰の何の曲かっていうところまでは役者としてはわからない。そうなんですか。図に舞台を終わることは良かったんですけど。うんうん、もう台本に。書かれてる。曲名も誰が歌ってるかとかも。これはなんか葉月さ,さん、意図があるんですか。そう <laughs> ですね。あの、まあ、スタッフに配るときに、すごいわかりやすいように。ええ、もう自分の中で、その。 その音楽の入るタイミングとそのアウトするタイミングが全部決まってるのでだからもうきっかけばっかりなんですよこの芝居はここでカットアウトしてくださいとかここでカットインしてくださいフェードインしてくださいというだ <laughs> なかね曲からシーンが生まれるというでもあの演出って僕は全くあの素人なんですけどもこう伝えるという意味ではねこう全くセリフがないのにこう スタイルとかですね音楽とかシーンだけで伝えるとか表情だけで伝えるっていうのがね僕は見た時にすごくキュンとしますね演出家のねそれを見た時にですね言葉で伝えるのは簡単ですけど逆に言葉出さないからこそ伝わるシーンっていうのもあると思うんですけどねその辺どうですかねその辺でメンタルやられて今は汚いやつがいますかメンタルがズタズタになってるって ね、あの言葉の内心があってですね、<葉>そこ畑山さんに言われてですね。仮 <laughs> <laughs> 病を使ってるやつがいる。るそれは責任ですね。それぐらい大事ってことですよね。まあそうですね。なるほど。そういったのはどういうふうにこうお伝えするんですか。あの畑山さんは演じる側の方ですね。 なんかその例えば映画だとすごいよく分かりやすいと思うんですけど、はい、例えばあの英国王のスピーチっていうのがあったじゃないですかはい、はい、あれでその,あの英国王の役者さんの背景がすごい壁になってる映像とあとはその先生がすごい生活感のある背景で言ってるところってこの背景ですごい意味があるんですよ自分には自由がある人と自由がない人って何かあの絵を見た時あ 映像表現でこういうことだよねって思ったときに、多分これはライブでも使えるなと思ったんですよ。何かそこに意味がやっぱ含まってれば、いやそれは言葉にならないやっぱりあのもっと直接的に伝えられるものだと思うんで、動きを大事にしてくれています、ね。なるほどですね。あとはやっぱりこうあれですか、あのそれをお伝えして、あの細かいところはちょっと役者さんに任せちゃったりとかそういうこともあるんですか、うん？動きに関してはほとんどないです。<あ>つけつけます。ほぼあ,あのうん心の動きからすべて。あ なるほどですね。大塩、はい、さんはどうですかその辺はうまく。私はもう自由にやって <laughs> 私だけはもう自由にさせてもらって。<laughs> <laughs> 目的が自由だもんね、はい。<laughs> 私の目的はとにかく自由に楽しくそ、うん。そうそう,そう <laughs> 楽しく <laughs>。面白いことを探して<う>はい。なるほどいいですね自由感がすごく伝わってきますね。<laughs> うん。もうそれはあの畠山さんは大きな心で。 役割あると思うんですよ、その彼女の役はやっぱり現代人の典型的な楽しいことだけをとにかく探していきたい、今どきの女の子ていうそこで対比が出ると思うので本人はそういうのを意識したわけではなく楽しくやってるみたいでですすよよそうなんこの業界でもこの人、沖縄で一番なぐらいフリーな人です本当にフリーダムな人ですよ。 フリーダムなんですね結城、はい、ちゃんだからいいかって、はい、いろんな現場で聞いたことある <laughs> 私はいればあのどこでもゆるキャラでそのそのそごの現場現場のゆるキャラなので怖いですね何でも許されるって <laughs> キャラで片付けてしまうっていう、ね、そうなんですよ、はい、いればいいっていう、はい、いやすごいですねなるほどですねその番組があ番組じゃないすいませんせあの作品がね本当にあの永遠の一秒 はい、ということで、ね、6月の25日、もうすぐですね、はい、土曜日、で26日、日曜日、読谷村文化センター大鳥ホールということで、えー、25日、土曜日がです、ね、19時から、6月の26日、日曜日が13時からと、18時の2回公演となっております。全席自由で2800円、うんえー、ということですので、ねえー、ぜひあのさあ、連絡先、もう一度お伝えしますね、うん、インヘリット沖縄で、フェイスブックで検索されてください、インヘリット沖縄。で電話番号はですね、090。 八二九二八五二三ゼロ九ゼロ八二九二八五二三ということでえお問い合わせください。もちろんあの私信座と哲也に直接来ても構いません。<laughs> はい、僕はそのまま西浦さんに連絡します。はい、来てますよと。はい、はい、倍取られてる可能性ありますからね。そうですね。<laughs> <laughs> <laughs> 大丈夫です。チケット代は変わりませんから。そうですか。は <laughs> い <laughs> 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 <laughs>。僕に渡る分が減ってあ、そうですね。減ってくるということ。<laughs> そうですね。はい、それはもう わからないですね。やってみないとね。はい、冗談ですよ。はい。ということで、メールがいくつか来てますね。はい。壊し屋大城って書いてますけど。俺もずっと気になってたんです。何ですか。私のこと。いや、大城さん一人しかいないですよ。リスさん。そうですか。はい、壊しや大城。あ、いや、稽古休んできたのって言ってますよ。はい。じゃないですよ。休んできたんじゃないですよ。あの、主題今日は来たわけですから。はい、ここに。はい。へえ。 客席の、あ、ルドルフさんですね、客席の感じで演技も変わりますかっていうご質問なんですけども。どうですか?。ねはい。あ、お客さん。お客さんの雰囲気で、っていうことですか、ね?。ねあ、でも、それは伝わりますよね。はい。ど、うん。お客さんの。やっぱ、肌で感じるもんですか演じて,て。なんか、はい。感じます。なるほど。まあ、あの、まい、舞妓、三公演あったとして。はい。全部違いますね、お客さんの、この。感じ方っていうのは。なるほど。 あの参考演されるじゃないですか。はい、この参考演でもそれぞれ違ってたりするんですか。まあま全部違う、うんまあ。生はやっぱ変わってきます、ね、生ですもんね。やっぱり僕いつもみんなに言ってるのは、はい、やっぱライブってお客さんが入って初めて完成するものだと思うんですよ。だからいくら演技とか演出が良くてもお客さんが入ってなかったら完成品じゃないんで、はい、未完成なんですよね。 お客さんも一緒に作り上げるサイそういうのとお客さんもチームの一員だそう,そうですね。今回畠山さんが、はいあまあ、ちっちゃいところから大きなホールになるということで一番奥の席に座っている方の呼吸を感じながら、うんえー、その方の呼吸を受け取ってそこに返していくイメージで、えー、お芝居してくれと、えー、最初の方から言ってくれてて、はいえー、そういうことがあるので。 そのお客さんを多分鹿としてしまうと鹿、はい、として自分たちの芝居だけに集中すると多分ずれてくると思うんです<ー>なのでお客さんありきでお客さんをいかにこう巻き込んでいくかと、うん、いうことですね、うん、じゃあお客さんも演じる側と一緒ですね 呼吸が一緒になってくるんですよ、うん、やっぱ見てるお客さんの呼吸とだから役者がどんどん呼吸がおかしくなってくると、はい、お客さんもなんとなくリズムがおかしくなってくるんですよだから作品は面白いんだけどなんか面白くないよねっていう感想になっちゃうんですよ会場がこう呼吸が一緒になるみたいなイメージですかねそれを聞くとやっぱり生で行くしかないですね <laughs> <laughs> そうなんです、はい、それを感じるのはもう行くしかないですもんね <laughs>、はい い声とかもすすごい変わってきますんで笑うところも変わってくるんですよ。<あ>えここで笑うんだっていうところと、はい、お,お客さんによって回によって「ここは笑わなかったけどあここ笑ってくれた」とか。ということですよ。 これ2回行かないといけないんじゃないですか。おっと、はい、おっとっとっと。どいうことですよね。そうですね。そうですね。この違いを感じるためにこれ3回行かないといけないですね。全部感じ方変わると思います。感じ方変わりますね。もう全席ね2800円なんでね、3回行ってもこれ1万円しないですからね。はいはい。もうぜひねオートリホールに集合ということでね、永遠の1秒ということでね、もうこの永遠の1秒ねぜひ。 会場、えー、のでもうねあと6分ぐらいになったんですけどもまた、ねあのー、いろいろお伝えしたいことがあればお、うんあのー、お一人ずつお願いしますいや数ある、はいえー、ラジオ番組に、えー、今回の「n h b o で、えー、出させてもらってるんですけど、はい、こんなに告知してくれたのはもう。 ないですね。間違いなくナンバーワンです。本当ですか。はい。ありがとうございます。後で請求書送ります。それ、あのインヘリト沖縄で。で、これ一回いくらなんですか。あの、さっきの話と一緒です。あの、僕ね、家は一回くらい計算する。はい。あの、全部加算方式ですから。はい。恐ろしいです。ね恐ろしいですね。恐ろしい番組ですね。はい。はい。ぜひね、会場に、行って感じてほしいですね。ということで。はい。じゃ、あの。ええ、さん。 お願いしますうーんどうだろうやっぱりもうぜひもう本当にねみんな騙されたと思ってでもいいので、はい、一度来てもらうだけですね私は。はい、やっぱそこからやっぱり沖縄は横のつながりがあるので、はい、口コミでどんどん広まっていくしやっぱり一回行くことがすごい重要だと思うので。ははい、はい はい、そこでやっぱりいろ,、うん、いろんなものを感じるのはおのだと思うんですけど、うんはい、そこからどんどん口コミで広まっていって、はい、これから沖縄ので舞台見に行こうっていう人がどんどん増えてくれればいいなって,ってそうですねでも,でも沖縄のと受け入れられると思うんですね、はいはだから情報が多分届かないんい。 うん、どこで舞台あ私毎回言われるんですよ、はい、沖縄でも舞台やってるんだみたいな感じで言われるので、はい、見たことないという方もほとんどだと思うし一、はい、回行くことがすごい大切かなっていうぜひ、はいうん、ね来ていただいてその来ていただいた方からね、はい、この感動をねお友達に伝えていってほしいですよね、はい、このチラシとかではなかなかね伝わらないものがあると思いますのでね、うんうん、はい、はい、ということでねいはいいいですねということで永遠の一秒ですからねあのはい畠山さん はい、お願いします。今僕もあの申し上げました通り、とにかくお客さんが入って完成されるのがこの舞台、舞台芸術というものだと思っているので、えー、とにかく一人でも多くの方に見ていただきたいなと思っておりますので、どうぞ劇場の方まで足をお運びください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。<laughs> ということで、ね、僕ねちょっとあのこ見に行くときにですね、あの。 感覚がだいぶ変わってまして畠山さんがどういう意図でこの演出をしたのかなとかなぜこのシーンなのかなとかねなぜここでこうしてるのかなっていう感じで謎解きみたいなね感じですねそれ1回では無理ですね。それ回は無理ですねということはこれは土曜日の19時やっぱ三3回ですかね3回ね見ないといけないですねそうですね終わったら焼肉食いながらじゃあ見そうわった後にね あの参加とね飲みたいですね。ぜひぜひぜひもうねあの聞きたいですよ。あそこはねこれを伝えたかったんですか。で僕はねずれててもいいと思いますんだよ。はいはい。あの僕はこう捉えたっていうのでも全然いいかな。そうですね。それぞれがねあのどう感じるかわからないですけどね。新しい発見も面白いですよね絶対。逆に畑山さんもあそう来たかっていうのはね新しいね発見があるかもしれないとねまたあのそれをねいろいろ活かせるんじゃないかなと。 思いやでもねあっという間にもうね1時間近くだったんですけどね、はい、楽しいですね <laughs> あっという間でしたねだから、ね、それものを見に来たいぐらいの気分ですね今ね <laughs>、はい、いやもう本当にね、あのー、残り 2, 2分聴取になったんですけどもまた最後にね、えー、告知させていただきます、はいえー、永遠の一秒第27回池袋演劇祭優秀賞受賞作品ということで、えー、平成28年6月の25日今月の25日土曜日 と26日日曜日読谷村文化法センター大鳥ホールということで全席自由2800円ということでフェイスブックでインヘリット沖縄で検索してください連絡先が09082928523ということですねということであっという間の時間でしたけどもはいあの残り1分ですけども最後に畠山さん はい、よろしくお願いします。こ,のところ意気込みをですね、最後に、はい、はい、お願いします。えー、本当に、あの、沖縄の演劇界を彼ら本当に背負って、あの、やってると思います。で、本当に、これから演劇界、沖縄の演劇界、変わってくると思います。はい、えー、そのために、まず、この作品を皆さん見ていただいて、はい、えー、また、次に。あの、彼らが作る舞台に、また、足を運んでいただければなと思いますので、どうぞよ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ある意味、あの、沖縄のね、演劇が。 これから盛り上がっていくと思うんですけどもその天気になる作品になるかもしれないですね永遠の1秒もうねタイトルの通り永遠の1秒になるかもしれないですね沖縄のいいこと言いましたね僕はそうでもないですかんかちょっと反応が遅かったですね。ということでね今日はね西原さん本当にありがとうございましたけどね西原さんとのつながりでね本当にこの作品も知りましたし大城さんともね畠山さんとも知り合えることができましたのでね。 あの本当に楽しみですね。うん、ということでね。えー、僕ね。本当に初めてなのでね。あの会場の雰囲気とかね。なんかドキドキしますね。何名くらい会場の方が入るんですか？全部では700と700名聞いております。すごい熱気でしょうね。はい、演じる方もね。それを受け取りますからね。はい。うんはい いやでも本当にあの沖,沖縄の方がねこの演劇の良さを知って、えー、またねあのー、どんどんね沖縄で演劇のあの何、ー、で回数がねどんどん増えていくことを僕もえっ、ー、と祈っております、うん、ということでね、えー、25日26日僕も楽しみにしていますのでよろしくお願いしますはい、はい、本日はどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました,ましたバイバイ。<laughs>